ヤク、勝ち切る。ヤクルト阪神22回戦、ヤクルトが阪神に5対3で勝利。ヤクルト勝ちました。よっしゃ、ナイスナイスゲーム。小沢は素晴らしい制球力。今日は高梨、山田たち、沢井も呼んでほしいな。高梨期待してなかったのによかった。高梨は良くも悪くも安定してる。今日は山田のおかげだぞ。山田まだまだやれるな。沢井のスリーランが効いたな。上位チーム全て負けか。負傷しながらなんとかまとめる。阪神負けたで。4番5番6番あっさり負けたで。でも流れ来てるで。痛い負けや。5連勝してたし、そらそろそろ負けるやろ。巨人広島と一緒に負けて腐らないよ。阪神先発西、5回5失点。まあ西、失格や。ホームラン打たれた西も大概やで。まあ今日は普通に西があかん。ヤクルト先発高梨、5.1 回2失点。高梨頑張った。高梨ナイスピッチングだった。高梨の5回2失点素晴らしい。ヤクルトリリーフ大西、1回1失点。大西もダメか。大西はメンタル弱すぎる。まあ8回は大西で決めてるならしゃあない。ヤクルト小沢セーブ。小沢用意あった。小沢はいい時と悪い時の差が激しすぎるな。今日はいい小沢さん。阪神打撃成績、森下ツーランホームラン。森下さすがや。森下最高や。中野ゴロ打点。中野さん微妙な最低限。ようやった方や中野。ヤクルト打撃成績、山田先制ツーランホームラン。山田やるやん。これはトリプルスリーの山田。沢井スリーランホームラン。やっと低め打てた沢井。沢井信じてた。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。